はい、どうも皆さん、こんにちは。スルメでございます。本日はですね、また、なんか免許維持挑戦みたいなチャンネルになってるこのチャンネルに、動画をね、増やそうということで、見えるかな？そうそう。この辺でないと合わないのかな？まあいいや。こちらですね、話題の新車を、なんかぼやけたりしてる。大丈夫か？いや。エルガの輪行バスですね。初回特別仕様でございます。結構話題になってるというか、なんか、割とうちの周りでは騒がれてる車種でございましてね。限定、通常版が、なんだっけ、ラッピングで、初回版がこちらの通常カラーというね、ちょっと異色なのかな、異色っぽい。タカラトミーは子供向けのものが多いんで、これが当然なのかなといったところの、シリーズですけどもね。初回をゲットしたんで、買っていきたいと思います。輪行バスって僕知らないんですよ。何を隠そう。名鉄バスとかだったら、すぐに買ったんですけどね。すぐにというか何台も買ったんですけどね。輪行バスですからね。あんまり縁がないものでございますか。はい、出てきましたね。こんな感じです。見えないかな。はい、見えますでしょうかね。こんな感じです。この距離で、なんだろう。カメラ変えたから、ちょっとね、これがやりづらくなったんですけど、ミニカーを紹介するっていうのが。こんな感じで真っ白。あれや、ちょっと違和感があるんで、さっさとシールを貼りたいところなんですけども。いろいろ言われてるのは、限定品の劣化版とか言われてるんですけど、通常のトミカにしてはね、ここもちゃんと細かく印刷されてますしね。結構ハイクオリティだと思いますよ。実際見たことないけど。こんなに。エルガ、この形のエルガって僕初めて手に入れたんですよね。なんだかんだ。エルガだよね。エルガとブルーリボンってよくわかんないんですけど。あとこんな感じでシールも付属しております。輪行バス。1、2、3箇所ですね。ミニカーはこんな感じでさっさと貼っていくとしましょう。シールを貼るという作業はそこまで得意でもないんですけども。エクセルで日頃ね、シールをポチポチ作ってる身なんですけどもね。破かない程度に。こんな感じだね。集中すると僕ね、みんなそうかもしれないけど、喋ることがね、あんまり、なんだろう、マルチスキルが得意じゃないんで。なかなか途切れ途切れの声でやっていますけども。なかなか貼りにくいな。これか。で、こんな感じかな。でしたかな。こんなもんかな。やっぱ前面はこれがないと、さすがに真っ白だと違和感がありますね。これは真っ先につけたい、やっぱ。なかなか。で、側面にももう一個あるんですよね、確か。ここね、何のキャラクターなんだろう。これ、輪行バスってどこのグループなんだろう。輪行バスって単体なのかな。なんかあるじゃないですか。京成とかだと、京成グループとかって、シールが事故った気がする。待って、死ねばいいのに。やばいな。死ねばいいのにとか言っちゃった。待って、シール事故った。最悪なんだけど。なんかね、ちょっとやらかしたね。ここか。支障はないと思うんですけどね。こっちか。なんかね、なんだろう。あんまり窓を触りたくないと。やったな。わかるかな。そう、なんかね、ちょっと剥がれちゃった。もうカッターでやるやつの末路ですね。ここがね、2箇所目で。ここに貼ると思ったら、ここはなんか伝言掲示板が貼られる。ここか、ここに伝言掲示板のか、のか。なんかいろんなとこについてますよね、バスって。車種によって違うんで。車種というか、バスによって違うんですよね。で、後ろにもなんかあるんですよね、確か。今度は綺麗に剥がれるわ。そうね、本当にね。シールって、厄介っちゃ厄介ですよね、本当に。まっすぐ貼れないのか、これは。まっすぐというか真ん中に。お、こんなもんじゃないか？はいはい。
いか、輪行バス。なんだろう。パッと見、京成バスに、僕、昔からずっとちっちゃい頃は京成バス見てるんですけど、京成バスみたいですね。わかる人いるかな？そしたら、なんか、バスマニアが、全然違うじゃねえか、ボケとか言ってきそうですけど、僕は京成バスに見えないこともないんで。ね。青と赤だったらどこにあるんだろう？他、愛知県はないよね、多分。あったっけ？名鉄が赤で、名古屋市営が青だもんで、まあ、その中間みたいな感じなんでしょうけど。ね。まあ、こんな感じのね、輪行バスでございました。まあ、神奈川県民でしたっけ？鶴見だから、確か。ね。まあ、神奈川県は余ってないかもしれないですけど、愛知県まだまだなんか多少在庫あったんで、まあまだまだ購入できないこともない状態ですから、今の喋ってる現時点では確か。まあそんな感じで新しいミニカーを手に入れましたということです。まあじゃあご視聴ありがとうございました。こんな感じです。